と言いましても、これはいろんな種類があります。いくつかその種類を見ていきたいと思います。一般的な天体望遠鏡ですね。レンズを使った望遠鏡で、屈折望遠鏡と言います。筒があります。この先のところにレンズが入っています。凸レンズ、が入ってまして、こちらの方から入ってきた光をそのレンズで、こちらの方に図を結びます。それをもう一つ、この接眼レンズというので拡大してみる。こちらの方が屈折望遠鏡、それから載せてるタイプ、これは赤道儀といいまして、天体望遠鏡の専用の台になります。軸がこう傾いています。この軸を北極星の方へ、天の北極といいますが、大体北極星の方へ向けてセットをしますと、あとは最近のモーター、中に精密なモーターが入ってまして、自動的に星を追いかけることができます。屈折望遠鏡というのがあります。それから鏡を使った望遠鏡で、反射望遠鏡があります。これは筒の底のところですね。ここに鏡が入っています。放物面鏡、放物面鏡という鏡が入ってまして、入ってきた光をその放物面鏡で反射をし、ここにもう一つ平面鏡があります。射鏡というのがあります。そちらの方を使って、横から光が出るようにしています。そしてここに接眼鏡がありまして、これで拡大して覗くという形です。これは万有引力の法則を発見したニュートンさんが考え出しましたので、ニュートン式反射望遠鏡と呼ばれています。台の方は同じ傾いた台に乗っています。北極星の方に向けてこれをセットをし、あとはこちらの方モーターが入ってますので、そちらの方で自動的に追いかけること、星を追いかけることができる、そんな装置がついています。それから最近はもう一つこういう形の望遠鏡もあります。これはここにレンズがあります。それからそこにはここには鏡が入っています。レンズと鏡の組み合わせたような望遠鏡で、シュミット・カセグレンタイプの望遠鏡と呼ばれています。それから載せてるタイプ、これは縦方向と横方向にこう回転するようになっています。このままだと星を追いかけるのが大変なんですが、私たちの地球が回っているため、自転をしているために、星は時間とともにどんどん動いていきます。位置を変えていきます。それを追いかける、追尾をするのが大変なんですが、この手の望遠鏡はこの中にコンピューターとモーターが入ってまして、それで計算しながらやはり星を追いかけることができる、そんな装置もついています。天体望遠鏡はまず三脚の方をしっかりと作っていただきます。こういうねじ類がありますから、これが緩んでますと全体がこうガタガタしてしまいますので、三脚つけましたらネジをしっかりと締めていただきます。そして、課題を乗せ、しっかりと止めます。で、作るとき、セットするときにですね、方位磁石を使って大体北の方にこの軸を向けるようにします。最初は大体でいいと思います。で、あとはこちらの方にバランスの方をつけていく。で、組み立てるときには必ず筒を乗せる前にバランスの方をつけてください。先に筒の方をつけてしまいますと重くてですね、ひっくり返ってしまうことがありますので、先に重りの方をつけるようにします。で、ここまででしたら最後に筒の方を乗せます。最近の望遠鏡はみんなこういうコントローラーで動かすことができますので、こちらの方をつけます。こういう物置台をしっかりとつけます。これでだいたい組み立てが終わりました。そしたら、今度はですね、これのまずネジをしっかりとこう緩んでないか確認していただいて、動かすときにはですね、クランプがありますので、必ずこれクランプを緩めて望遠鏡というのは動かしてもらいます。
で今重りをつけましたが、これでバランスが合ってるかどうか、まずそれを調べます。でこちらの方クランプを緩めて、このままでやりますとこちらが重いとこう下がっていきますので、その時には少しこう調整してもらいます。でこちらがバランスが合いましたら、今度は、ね、筒のバランスを取ります。でそれはこちらのクランプですね、これを緩めますとどちらかが重いと、下がっていってしまいますので、こちらの方もバランス筒を上下させてバランスを取るようにします。はい、望遠鏡の、基本的な形は、この重りがですね真下を向くようにします。それからこの軸、これは極軸とか設計軸というんですが、これに筒がちょうど平行になるようにセットしてもらいます。で、この手の望遠鏡赤道儀といいますが、これはこの軸、極軸とか設計軸といいますが、これがちょうど天の北極の方、もう少し分かりやすく言いますと、大体北極線の方を向いてセットされてないと非常に使いにくいものになりますので、この軸を北極線の方に向けてセットをするようにします。大体目で見るときにはこのように平行に望遠鏡筒をセットしていただいて、上に小さな望遠鏡ファインダーというのが必ずありますので、そのファインダーの十字線の真ん中に北極線が来るように全体を動かして調整してもらえばいいですね。で極軸がありましたら、今度はこのクランプをフリーにして目的の天体の方を入れていただければいいというわけですね。で入りましたらファインダーを使って、ファインダーというのは広い望遠鏡に比べましてより広い範囲が見えるようにできてますので、こちらの方が天体が入れやすいです。月とか惑星、星、こちらのファインダーを使いまして、このファインダーの十字線の真ん中に星が来るようにし、そして入りましたら今度はこちらの方ですね、ピントを合わせていただくというわけです。で倍率はこちらの方のレンズの焦点距離、この望遠鏡、天体望遠鏡は必ず見ますとですね、こういうところに焦点距離何ミリとかそういう、焦点距離が書いてありますので、口径、レンズの大きさと焦点距離が書いてありますので、それを使っていただければいいんですが、この焦点距離割る接眼レンズの焦点距離、これで倍率になりますので、今こちらの方は、20ミリの接眼鏡ですので、これは600ミリの焦点距離ですから、600割る20で30倍ということですね。これで月なら月を見て入れていただいて、そしてこちらの方を動かしてピントの方を調整していただく、一番はっきり見えるところへ持っていっていただくというわけです。月を見ましたら、今度は違う天体を見たいときには必ず望遠鏡を動かすときにはですね、必ずこのクランプを緩めて、そして望遠鏡を動かすようにしてください。この中に精密なギアがありまして、そのギアの刃一つだけで天体望遠鏡というのは全部を支えてますので、これを締めたまま動かしてしまいますと、そのギアが欠けてしまうこともありますのでね、必ずこのクランプを緩めて天体を入れるようにしてください。ピントを合わせる装置がついてますので、これを見ながらですね、一番はっきりしたところは持ってっていただければいいです。ピントというのは人によってみんな微妙に違いますのでね、一番はっきり見えたところがその人の一番いいピントというところになりますので、その辺注意していただければいいと思います。ファインダーとそれからこの望遠鏡、この軸がちょうど平行で同じ方向向いてないと非常にまたこれも使いにくいものになります。ファインダーの方の十字線に入れてもこちらの方入らないということがありますので、セッティング終わったらですね、これ遠くの方の景色でも構いませんので、遠くの方の鉄塔なら鉄塔、それをまずこちらの望遠鏡の方に入れてもらいます。その時にはアイピース接眼レンズ、一番焦点距離の長いもの、お持ちの一番長いものにしてください。10ミリと25ミリがありましたら、25ミリの方を使いますとより倍率が低くなりますので、低くなるということはより広い範囲が見えるようになりますのでね、そういう倍率にしていただいて、遠くの方の景色、目立った鉄塔でも何でも構わないんですが、そういう景色を入れていただいて、入りましたら
今度はファインダーの十字線に同じものが来るように3つの大体ネジがありますので、これを動かして調整してください。でぴったり同じところに十字線の真ん中にこちらの望遠鏡の目標物ですね、鉄塔なら鉄塔、それが入りましたらしっかりとこれを締めてしまいます。そうすればあとは見たい天体ファインダー、より広い範囲が見えてますので、ファインダーの方の十字線の真ん中に見たい天体を入れれば、あとはこちらの方から主の望遠鏡の方から見ることができます。またこの屈折望遠鏡は高いところを見ますとこんなふうに低い見る位置がすごい低くなって見にくくなりますので、これはだいたいこういう天頂プリズムというのが付属でついていると思いますので、こちらの方を使っていただいて、そうすると、下じゃなくてですね、横から覗くようなことができますので、これでピントを合わせで一番いい状態にして観察していただければいいと思います。